どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心表をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、大阪府高槻市に来ました。ということでね、今回ですね、ここになんか激辛ラーメンがあるということで、挑戦していくんですけどね、なんかね、ここはですね、大阪でね、活動されている福島さんのチャンネルでね、今日見てここ来たんですけれども、なんかね、ヘルっていうね、とんでもない激辛ラーメンがあるということで、今回ちょっとね、これに挑戦していきたいかなと思ったんですけども、どうやら話を聞くとね、このそれに行くまでそれぞれの段階をクリアしないといけないらしくて、今回ですね、そのヘルへの登竜門として地獄の三丁目ラーメンに挑戦していきたいかなと思います。まずこれを食べ終えないと次のレベルに挑戦できないということで、今日はね、これ挑戦していきます。はい、それではね、いつものように行った人の感想を見ていきましょう。最高やった、市原の地獄ラーメン三丁目、四丁目のパス持ってるけど、あれはほんまに辛いわということで、3丁目でもね、これ登竜門ということで、結構ね、こう辛さが予想されますけれども、登竜門でね、今日はね、余裕で完食したいかなと思います。はい、それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入ってきたんですけれども、これね、激辛ラーメンの仕組みってここにありまして、入門1丁目、2丁目、3丁目、3丁目がこれまず登竜門で、これ3丁目を完食するとなんかパスみたいな認定証みたいなのがもらえて、それに続いて4丁目で、続いて5丁目で、続いてヘルみたいな感じで、はい、こうなんか段階を踏まないとその次のレベルに挑戦できないということです。はい、でね、これ、店内を見ますとね、福島さんのサインあります。はい、そうね、ちょっと大阪といったらね、福島さんなんでね、ちょっと今回ここに寄ってみましたけどもね、楽しみです。はい、じゃあちょっとしばし待ちましょう。あ、来たー、来ました、こちらが地獄ラーメン3丁目ということで、うわー、真っ赤っかですね、非常に美味しいです。チャーシュー3つにネギ、そして紅生姜ということで、楽しみですね。はい、一応ね、これ、説明書きがあります。はい、ルールがありますね、これヘル1、3丁目への挑戦者様へということで、最後の一滴までスープを飲み干すこと、途中で席を立つことはアウトです。時間制限ありませんということで、これは時間無制限、まあ、食べきればいいということでね。はい、じゃあちょっといただきましょう。いただきます。さあ、地獄ラーメン3丁目、お手並み拝見ですよということで、スープは真っ赤っかですね。ちょっと非常にこうとろみがありますんで、じゃあまずね、スープからいきましょう。いただきます。パンチ効いてますね。麺は細麺ですすりやすいですね。見た目以上にちょっとパンチ、辛みのパンチが強い気がしますけど、おいしい。じゃあちょっとこれ続いてチャーシュー、ほら脂身がジューシーソースで、いただきます。脂身が最高ですね。おいしい。スープの濃度が結構濃いから、スープってストーブね、これは。
残すところわずか。最後この地獄三丁目のこのスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。スープはねだいぶ粘度が高いから、いただきましょう。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、この通り、これは時刻次4丁目の挑戦権を得たということでね、はい、ちょっといつまた来れるか分かんないですけれども、はい、ちょっと目指せ減るということで、今回やってましたんですけども、それでは辛さレベルの発表していきましょう。市花さんの時刻ラーメン3丁目辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル7です。はい、7です。おめでとうございますということでね、はい、まあ、非常にもう美味しく食べられる辛さです。はい、全然ねお腹が痛くなるような、心配はありませんので、まあ、普通に、ね、こう辛いの好きな方が、おすすめです。はい、まあ、ちょっとね、ここから4丁目5丁目とか、行く方に関してはちょっと注意が必要かなと思いますけれども、はい、まあ、非常に美味しく食べられた、辛さです。はい、チャーシューもね分厚くてジューシーで、非常にこう食べ応えのある一品、麺は細麺で、ずるずるとすすりやすく食べれました。はい、今日はねこんな感じで、やっていきましたけれども、今回ねこれラーメン紹介しましたけれども、まあ、それ以外にもね、旨辛餃子、餃子とか、はい、超絶激辛餃子とか、なんか激辛ラーメン以外にも、ね、辛そうなメニューありますんで、ぜひぜひ大阪来た際にはですね、寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等で更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ほなまたなー。